演武開演。どうも。以前、こちらの水素水を紹介したことがあるので、皆さん覚えていらっしゃるでしょうか。この水素水が、この度、新たにパッケージを新たにリニューアルして登場したということです。まあ、パッケージ、変わったのはパッケージだけなのか、中身も変わっているのかどうかはわかりませんが、相変わらず、お手軽に飲めそうな、お茶ゴミに飲みそうな感じですね。というわけで、飲んでみたいと思います。お久しぶりです。またお世話になります。ありがとうございます。水素が抜けにくい研究を重ねて作られたものということで、体の錆や疲れ、そういったものを癒してくれるのにとっても効果的ということです。この癒しを利用し使って体を休め、そして時には体を動かし、まあ、これからも頑張っていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。